ストレートのフォアボール。ツーベースヒットを打たれた後に3番清宮にはフォアボールを与えてランナー二塁一塁と、早稲田実業1回の裏先制点のチャンスを作ってバッターは4番2年生の須田裕樹です。まあ、厚生学園としてはこのエース前野の立ち上がりですよね。はい、そうですね。まあ、投手をまあ中心に守ってリズムを作っていくという厚生学園今年のチーム。いい当たり、センター横追いつくか。追いつきました。ランナー戻ります。センター平尾、ランナー二塁一塁というピンチをしっかりと0点で抑えることができるか、マウンド上エースの前野。いい当たり、センターはじっかりした。さあ二塁ランナーどうする。あーっとセンターがボールを弾いた。二塁ランナー帰ってくる。一塁ランナー三塁へ向かうが、これもタッチできない。バッターランナーも二塁へ向かいます。1回の裏、早稲田実業1点先制。4回の裏に入ります。入りません。ストレートのフォアボールです。これで早くも前野が与えたフォアボールが6個目。ピッティングに行った。セカンドゴロ、あっと雑に行ってしまったが、ライトへ転がっている。一塁ランナーは二塁ストップ。記録はセカンドのエラーがつきました。バントしました。ピッチャー正面、サードに送ったがどうだ。早稲田実業としてはここは大量点のチャンス。そうですね。4回の裏、ノーアウト満塁のチャンスは早稲田実業。叩きつけてショートゴロ、6、4、3。3はセーフだ。ダブルプレー取れなかった。その間に3塁ランナーはホームイン。1点追加したのは4回の裏、早稲田実業です。ワンアウト1塁3塁に変わります。さあここでバッター3番の清宮福太郎、引っ張った、三遊間抜けてきました。レフトへのヒット、三塁ランナーホームイン。さらに1点追加。キャプテン清宮福太郎、三遊間を破るレフトへのタイムリーヒット。引っ張ったライトへ。さあ三塁ランナータッチアップからスタートを切る。二塁ランナーもタッチアップからスタートをしている。今ホームイン。ライトへの犠牲フライでさらに1点追加。4対0とリードを広げています。ゲームは中盤5回の表、厚生学園の攻撃です。石島ですが4回まで62球の球数でまだヒットは打たれていません。厚生学園としてはまずちょっとヒットを打ってリズムをつかみたいですね。そうですね。まだノーヒットですからね。そうなんですよ。ここまでノーヒット。引っ張った、レフトへヒットになりました。厚生学園チーム初ヒットは5回の裏、9番の松浦大賀のバットです。ようやくヒットが出ました。5回の裏、ツーアウトランナー1塁で1番の福岡元氏です。左中間、打球伸びる、センターバック、センター追いつきそうだ。センター石郷が追いつきました。3アウトチェンジです。5回の裏、リードしている早稲田実業の攻撃からです。初球ヒッティング、ピッチャーの横、センター抜けていきました。江崎、公式戦初めてのヒット。バッターは9番です。先ほど守備、ショートの守備につきました深谷がバッターボックス、初めての打席になります。深谷空1年生。いい当たり、打球伸びる、センターの横を抜けていきました。長打になりそうだ。二塁ランナー三塁を回っている。今ホームイン、バッターランナー三塁へ向かう。今ようやくホームランになりましたね。ホームに来る、ボールが返ってきたがタッチはできない。ホームイン、なんとランニングホームラン。足が速かった深谷1年生。公式戦初めてのヒットがセンター横を抜けるランニングホームラン。あ、ここで今ご覧いただいていますが、センターももう少しというところですが、ここ抜けていきます。二塁から江崎太陽、ここでようやくセンターが追いつくんですが、もうここの時点でもう三塁行ってましたので、はい、ですね。ここで三塁止まることなく一気にホームに帰ってきました。見事なバッティング、そして見事な走塁。ゲームは6対0、早稲田実業6点リード。7回の裏です。外れてフォアボール。
さあ7回の裏ツーアウト満塁でバッターボックスには早稲田実業キャプテンの清宮福太郎がバッターボックスに入ります。三塁ランナーがホームに帰った瞬間にゲームは終わってしまいます。厚生学園としてはここは満塁のピンチをなんとかしのぎたい。マウンド上の小林、低めに外れました。ここはボール先行、次のボールが一番大事ですね。そうですね、バッティングカウントになりました、はい、ツーボールワンストライク、もうフォアボールも出すことも許されません。ここ見ましたね、見ましたね、はい、ツーボールツーストライク、はい、三塁側厚生学園の応援スタンドからも大きな拍手です。ツーボールツーストライク、さあ勝負球は何で来るか。空振り三振、踏ん張った、満塁のピンチを切り抜けました小林、ナイスピッチング、なんとか踏ん張った形になりましたね。そうですね、よく頑張りましたね、うん、さあゲーム8回の表厚生学園の攻撃です。バッター1番に戻って福岡元氏、初球ヒッティング、フラフラっとショート後方レフトの前に落ちました。チーム2本目のヒット、キャプテン福岡元氏、見ました、フォアボール。ここで石島が与えたフォアボールが今のが4つ目になります。さあここで変えますかね、うん、先ほど8回からですかね、ブルペンで投球練習を開始していたエース田和廉がマウンドに行きます。カットボール、スライダー、カーブ、ツーシームと変化球は多彩です。去年も夏の大会経験しています。さあ厚生学園バッター一ノ瀬、スリーツーランナースタートする、ヒッティングに行った、センターに上がった、打球伸びるがセンター足が止まる、石郷が掴んでスリーアウトチェンジ、ランナー3人残塁に終わりました。8回の表得点ありません。9回の表厚生学園、この回は6番の平尾からの攻撃です、今2年生ピッチャー正面入間抜けていった人、さあ先頭バッター出ました、平尾がセンター前のヒットで出塁、チーム3本目のヒット。早稲田実業はマウンド上エースの田和がマウンドに上がっています。ワンボールツーストライク、いい当たり、これもセンターに弾き返した、ヒットが続きました。この試合初めて連打を打ちました。厚生学園ノーアウト二塁一塁、バッターは代打の富田です。冬から春にかけて急成長してきた今年のチーム、バッティングのいいチームの育てた藤田監督、ここでヒットが2本続きました。ショートゴロ、6、4、3と当たってダブルプレー。ショートは1年生の深谷、難しいボールでしたがよく処理しました。早稲田実業4回戦進出まであとアウト1つ。落としてきた、空振り三振、最後は空振りの三振に来て取りました、エース田和。6対0で早稲田実業が第4シード、厚生学園を破って4回戦進出です。